今回は千葉市緑区です簡単に言いますと外房線、鎌取、本田、えー、時計これはこの周辺部の住宅地を中心とした、えー、区となっておりますまあ、そこをですね、えー、東西に千葉外房道路が通っておりまして大木、えー、道、インターや板倉インター、えー、この辺りはかなり内陸部になるんですけれども、えー、インタとして東西にですね、結びつきがあります でもう、えーまあ、板倉とか、ですね、この辺りのかなり内陸部に入っていきますと、千葉の市街地に行くよりもですね、大網とかですね、茂、えー、原、この辺りが近いぐらいの、えー、地域になっておりまして、まあ、千葉市というね、えー、地域がですね、かなり広く内陸部まで、えー、あるということがうかがえますね。 鎌取周辺部は、えー、住宅街として、えー、発展しております、えー、京成千原線の、まあ、学園前だとかお弓の、えー、この辺りの地域からですね、えーまあ、円を描くように住宅街が発展しております、まあ、おみの地域ですね、まあ、鎌取から蘇我のエリアなんかはですね、えー、通勤時間帯とかかなり混む、えー、らしいですね、えーえー、緑区の周辺 まあえー、区域はですね、えー、中央区の南側、えー、古市場町から始め、まあ、県道14号の古市場町の辺り、えー、や椎名崎町、えー、刈田郷町、おっち町、富岡町、中西町、諸町、えー、大海野の,の南側、まあ、千原台の少し北側は、まあえー、カントリークラブとかにもなっている地域なんですけども。 まあ、南北にです、ねえー、カントリークラブが挟まれている地域、えー、鎌取駅にはまあです、ねえー、区役所、えー、イオンとかです、ね、ありまして、まあ、およみ野にかけて大きなです、ね、ニュータウンと、えー、なっております、えー。道路も広いですね、お弓野中央、お弓野南、お弓野と、えー、広いです、ね、住宅団地となっております。 本田の地域は、まあ、市原市が今、侵入している地域となっておりまして、まあ、千原台とかですね、このエリアでも本田駅を利用する方がいるんじゃないかなと思われます。ですので、まあ、少しですね、こうまあ、本田の辺りは市原市と入り組んでいる地域になりまして、花水木台団地からですね、あすみがおニュータウンにかけて、 またですね、緑区は大きく千葉市エリアになります、まあ、大木戸町とかですね、土、え、家、ー、町、まあ、内陸部には上大和田町、下大和田町、えー、農場のある地域だとかですね、えー、かなり内陸部のに入っている地域ですね、まあ、昭和の森だとか、保、えー、木美術館、えー、などの、まあ、観光名所もあります。 でその時計駅から南部にかけて板倉町、えー、にかけて、まあ、大通りが続きまして、えー、インターチェンジがありまして、まあ、茂原市との境界部、大網白里市との境界部にはゴルフ場が、えーまあ、多数、えー、配置されているという、えーまあ、区域ということになります。町名は板倉町、大金沢、大木戸町、大地町、大高町、えー、大野台は中央部にある地域ですね。 町、越町、小山町、そして、えー、北の内陸部にある上大和田町、えー、刈田五町、小金沢町、椎名崎町、下大和田町、大膳野町、高田町、高津戸町、時計町、富岡町、中西町、東山科町、平川町、平山町、古市場町、下田町、本田町、諸町、やさしど町という形で、えー、立地しています。 ま本台駅の北側の部分だとか、ですね県道129号。で外房線の、えー、沿線は県道20号、大網街道が通っております。まあ、これが中心道路という形にはなっています。緑区紹介していきます。人口12万9000人、密度1950。大弓野や明日見ヶ丘を中心とした自然と調和した街並みを基調としたニュータウン開発が進んでいる地域となっております。 1992年に政令指定都市に千葉市がなったことによりですね、えー、誕生した、まあ、緑区区内各所で宅地造成が進み鎌取学園前及美野駅を中心とするゆみ野土計駅を中心とする蓮見ヶ丘は代表的なニュータウン地域、えー、区内は東の内陸部に行くほど標高が高くなり東部の土計周辺は標高が 100m 前後あるような、えー、千葉市でも有数の標高の高いエリアになっております歴史としましまては、えー 椎名村や本田町、時計本郷町、追、えー、浜町、えー、この辺りのエリアが、まあ、現在の緑区のエリアとなっております施設としては時計緑の森工業団地や、あすみが丘プラザ、ユースホステル、えー、この辺りがあります商業施設はあすみが丘のブランニューモール、イオンタウンのお弓の、弓いる鎌取、えー ミスターマックスおゆみのショッピングセンター、えー、という形であります住宅団地は、あすみが丘、大木お台、お、えー、ち花水木台、えー、おゆみの千原台の一部、えー、古市場、本田町、えー、この辺りの住宅団地があります教育面では県立時計高校が1校のみ、えー、ありますどちらかというとやはりベッドタウンというね、えー、要素が強いようなんですね とととなっておりますねということで交通面でも国道がですね、えー、通っていなかったりするという、まあ、一応高速は外房道路が通っているという、えー、形になっております、えー、JR 線は、えー、鎌取本田時計の駅千原線は学,年学園前や大弓野の駅となっております硫黄面では千葉 千葉リハビリテーションセンター、えー、下宇佐精神医療センター,、えー、この辺りが区内の医療機関としてあります。高速道は、えー、千葉東海道路の高田インター、千葉外房有料道路、えー、という形で、えー、本田インター、大城インター、板倉インターがあります。県道は20号千葉大網線が大網街道。 千葉県道14号千葉茂原線が、えー、本当に古市場町の一部だけを通ります。県道14号茂原街道です。名所は、えー、ゴルフ場がですね、多数、えー、この緑区には立地しているという、えー、形です。大きく昭和の森公園が、えー、ありまして、特、え、華、ー、町の門王ですね。えー もう境,境ですね大網とかの境部,部分にありますキャンプ場や野球場テニスコートサイクリングコースウォーキングコース展望台アウトドア施設宿泊施設等多くの施設があります、まあ、市内最大県内でも有数の規模を誇る総合公園という風になっておりますホキ美術館なんですけれどもあすみが丘にありまして、えー、日本人画家による写実絵絵,絵画の細密画 を中心に収集展示しているという形になっておりますまたお弓の地域にはですね泉谷公園というですね人工飼育所のあるホタルの里として市民に親しまれているホタルのです、ね、名所という形になっております、まあ、その周辺部に、まあ、公園がですね乱立しておりましてお弓の有吉に有吉公園だとかですね まあ、王百池公園、えー、という形で、えー、形成性のエリアのあたりにあったりします。まあ、学園前の駅前ですね、えーまあ、中央区にある千葉・明徳があるんですけども、それは中央区にありまして、えー、住宅団地としてプラザ学園前だとか、えー、こちらは緑区にあるという形になっております。まあ、イオン・ユミノとかももですねもう かなりですね駅前からは離れている、えー、地域となっておりまして、まあ、鉄道利用も多いですけども車社会でもあるという、えー、形にはなっているかなと思います、えーまあ、道路沿いにですね大きな商業施設があるという形になっておりますですがやはり、えーまあ、緑区ということで、まあ、緑を、えーまあ、大きく、まあ、観光名所として えーまあ、推してているようなな形にはなっていますね昭和の森はやはりそれだけ、えー、市内でも大規模な、えー、公園という風になっております。ということで、えー、地図を紹介していきます。まあ、現在のこうニュータウンエリアっていうのはですもともと山だった地域になります、えー、外房線、沿線の、まあ、大網街道の部分を中心に発展していたという形になっていますね。 まあ平坦な部分はですね現在の古市場のあたりだとかになりますかね。でまあ、村は本田村のあたり。えーまあ、平川町のあたりがです、ねまあ、本田村の中心部だった感じは受けますね。で時計本号、えー、という形で、まあ、それぞれ村が発展していたという形になります。まあ、内陸部にありましてですね、 まあ緑の多い地域にですね、各集落が点々としていたというえのがまあ昭和前期ごろという形になりますね。ニュータウンができるのはまあそれ以降ということになりますま。一応、有吉とかですね、そのあたりの名前はあるんですけども、 まあおみ野という地域がで,す、ねえー、できたのはもうかなり最近の話だということで、昭和55年のあたりでもま,あまだできていない地域という形ですね。まあ、ヘタとか鎌取とかですね、本、まあ、ダとか、まあ、現在の町の名前になっているところはまあ一部住宅地としてできていますかね。そして、大津市のあたりとかもですね、えー、住宅団地とになりまして、霞ヶ丘とかもできて,てですね。 それぞれ、えぇ、ー、外房線の駅発展が見られるという、えーまあ、千葉通勤圏内という、えー、形で、えー、発展していったと、まあ。東京の南加護、板倉の辺りまでですね、えー、そして大木戸の辺り、まあ、道ができまして、で、まあ大網街道が、まあ、中心の、えー、道路となっています。まあ、それぞれの駅中心に発展という形ですね、えぇ、ー、お弓の,の辺りですね。 まあえー、その名前が使われ出したのもかなり最近という、えー、形にはなるかなと思いますね。まあ、それぞれ、えー、町の名前だったんですけれども、現在はこうお見野という、えー、大きな地域に、エリアとしてなっております。ということで、えー、現在の地図です。緑区役所のある、えー、鎌鳥の駅周辺という、 まあ南部がですね、現在は発展していますけども、もともとは北部のですねま、あまあ町名のまあ辺りが発展した、へたとかですね、平山とか、この辺りの地域が発展していたと、大網街道沿いですね。で、京成線のお弓の学園前、この辺りを囲むような形で住宅団地が発展していって。 ですねまあ、中央区に入ったところはかなり緑が多いんですけども、えーまあ、緑区の辺りが、えー、住宅団地として発展という。でまあ、真ん中に泉谷の、えー、公園があったりだとかして、えーまあ、緑と調和したようなんですね街並、えーまあ、み、そしてイオンタウンとかがあったり、大弓どがあったりしますねで。南の千原台の辺りに、まあ 囲むようにゴルフ場があったりだとかする、まあ、緑との調和がなされております県道14号のエリアは古市場町として、まあ、独立して発展したというような形でいいでしょうかねそして内陸部に入っていきますと外房有料道路のエリアでホンダの辺りだとか、まあ、時計のエリアが続々発展していったという形ですね、まあオチのエリアは 花水好き台の団地、えー、さらに、時計の辺りは、明日見ヶ丘ニュータウンという、えー、形で、えー、それぞれ独自として発展していったという形ですね。で、えーまあ、大網との境に、えー、昭和の森というですね、市内でも最大のです、ね、公園が、えー、あったりします。で、大、ま、体、あいいえー、市のです、ね、境部分にはゴルフ場が多くありまして、まあ、緑との調和がなされています。 まあそのエリアをですね、まあ、東西、えー、高速がま通っているという、まあ、え中心道路はえ大網街道というですね、外房線沿いの街道になっています。まあ、それぞれ独自として住宅団地があってしたという、えーまあ、ニュータウンの多いこの緑区を、えー、紹介して、町橋全区を紹介したということになります。